韓国の大手芸能事務所 SM エンタテインメントが、過激ファンに向けて警告した。SM エンタは16日、立場文を発表しオンライン上でアーティストに対する悪意ある誹謗、悪質な噂などを掲示しるふしてアーティストの名誉を傷つける行為や侮辱する行為などについて、刑事告訴を進行している。過度な私生活の侵害行為についても見過ごすことなく、厳しく対処する予定と明かした。またタクシーなどを利用して長期間にわたってアーティストを追い回す行為、軍服務中のアーティストの出勤現場を探す行為、居住地の住所を手に入れて室内または駐車場に侵入する行為、身元不明のままで一方的に宅配するなど無分別なストーキング行為によってアーティストはもちろん、その家族や知人、隣人までも精神的、物質的に深刻な被害を受けていると指摘。このような事実から SM エンタは、アーティストを守るために善処や合意なく、法的に厳しく対応すると強調した。ハソンウン、24から25日に KSPO ドームにて開催を予定していたコンサート2021ヘクタール三宮雲コンサート一重陰陽符フォレスト&一重陰陽符ソウル一重陰陽符を暫定的に延期へ、新型コロナウイルス感染拡大の影響で。大手ファーストフードチェーンの韓国チェジュ支店でデリバリー注文したハンバーガーからウェットティッシュが。苦情を受けた店舗側は店内やキッチンでウェットティッシュを使用することはない。従業員も持参していないと否定。女優ソンユリ、SNS で双子を妊娠したことを発表。直訳全文。こんにちは。みんなお元気ですか？実はこれまでずっと愛してくださり、応援してくださった方々にお伝えしたい嬉しい知らせがあり、こうして手紙を書きました。私たちの家庭に、ついに愛らしい子供がやってきてくれたんでって。実はまだ実感が湧かないんですが、ご飯もちゃんと食べられず、水すらも飲めないという変化を通じて徐々に母親になることを感じています。本当に、母親になるってことは簡単なことではないですね。この世のすべてのお母さん、尊敬します。あ、そして胎児はさらん、変木にしました。うちの双子が元気に外に出てこられるよう祈ってください。いつも見えないところで温かな気持ちを伝えてくださり、愛してくださるファンの皆さんのおかげで私が今の幸せを共に分かち合えるのだと思います。いつもありがとう。愛しています。ソンユリより。